実務。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回は、実務を考えて勉強するのはやめた方がいいですよっていうことについてね、お話しさせていただきます。まあ、実際に不動産会社に勤めている方だと、実際の、まあ、実務で使っているようなね、例えば重要事項説明書とかを、頭に思い浮かべて、勉強を進めたりとか、まあ、したりするんですよね。もしくは、宅建の資格取った後に、宅建業者で働こうっていう方だと、その実務を、考慮に入れながら勉強を進めていこうという方が、まあ、いるんですね。ただそのやり方をやると、なかなか点数が上がってこないし、混乱をするってことがあるんですよ。でちょっと考えてほしいんですけども、実務で役立つものっていうのは何なのかと。多くの方が、まあ、宅建のね、資格を取るってなってくると、宅建でいろいろ勉強するじゃないですか。その勉強した知識が役に立つっていうふうに思ってる方いると思うんですけども、正直ね、そんなに勉強したことで、実務で役立つことってそんなにないんですよ。まあ、役立たないことはないですよ。役立つけれども、そんなに多くは役立たない。むしろ何が役立つかっていうと、この取引士という資格自体が役立つんですよね。まあ、宅建業者としては、5人に1人の割合で、1000人の取引士を置かなきゃいけないと。まあ、大きな会社だったら、もう多くの方がね、取引士取ってるんで、1人辞められようが、そんなに痛手は負わないけれども、ちっちゃい会社だと、本当にね、少しの人数しか取引士いない場合があるんですよ。例えば10名の会社だったら、まあ、その中のね、2人が、取引士じゃないといけませんと。1000人の取引士にならないといけない。その1人が辞めちゃったら、残り9人で、今1000人の取引士が1人だったら、これね、違反になっちゃうから、早く入れないといけないわけですよ。でそうすると困るんですよね。だから、その取引士を持っているってことに意味があるんですよ。まあ、もちろんね、お客さんとのやり取りをする中で、取引士のね、資格がないと、全く知らない人であればね、その持ってる持ってないってあんま気にしないかもしれないけども、まあ、ある程度、知ってる方だったら、この人は取引士持ってないのかと、資格取ってないのかな、大丈夫かなっていうね、不安になったりとかもするんですけども、やっぱり、この、取引士の資格っていうものがすごく重要なんで、これを取ることを、やっぱ、目的としてね、もう焦点を当てて勉強していくっていうところがすごく重要になってきます。で、その中で、法律と実務ってやっぱ違うんですよ。これは実務がね、法律に触れたことをやっているっていう意味じゃなくて、あくまでも法律っていうのは最低限のルールなんですよね。で、実際実務はどうなのかっていうと、それよりも、よりね、お客さんにとって、まあ、有利な内容で、実務を行っていたりするわけなんですよ。では一つ具体例を挙げさせていただきます。供託所の説明。そもそも、宅建業者っていうのは免許を取ってから事業を開始するまでに一定のお金を供託所っていう、まあ、法務局、まあ、国の機関に一定のお金を預けるんですよ。で、これなんで預けるかっていうと、不動産の取引をしてね、万一お客さんに損害を与えてしまった場合に、宅建業者がお金持ってなかったらお客さんお金取れないから困るわけですよね。まあ、例えばね、売買契約をしました。宅建業者、レトス不動産っていうのがあって、売り主として建物、土地建物を売りました。手付金として、例えば200万円預かりました。でも、まあ、何らかの理由で契約が解除になった。そうすると、200万円返さないといけない。でも、レトス不動産はその200万円を使って違う物件を買ったりして、もう今お金がないですってなったら、お客さん困るわけですよ。お金返ってこないから。で、そんな時のために、供託所にお金を預けているから、お客さんはその供託所に行って、そのお金を返してもらうと。まあ、200万円を取り戻すっていうことができるんですね。だから、お客さんに契約する前に、弊社の供託所はここなんですよ、東京法務局なんですよってことを事前に伝えなければいけないっていうルールがあるんですよ。で、これっていうのは別に口頭でもいいんですね。口頭でもいい。ただ、実務的には、重要事項説明書っていう書面に、一緒に載ってるんですよ。載せてお客さんに説明するんですね。だから、法律では別に口頭でもいいですよ。また、重要事項説明書に記入しなくてもいいですよ。記載しなくてもいいですよってなってるけれども、実務的には記載してるから、例えば問題で、供託所に関する説明は、重要事項説明書に記載しなければならないってなってくると、丸にしちゃったりするんですよね。
でも実際のところは、そう、実際はそうなってるけども、法律上はそこまでは不要だから答えは×なんですよね。だから実務と法律っていうものをごっちゃにして考えちゃうと、意外と間違ってしまう。だから試験に合格するためには、ちゃんと法律をちゃんと頭に入れていく。実務はとりあえずはね、置いといて、法律に焦点を当てながら勉強を進めていくっていうことをぜひ行っていきましょう。その方が混乱もしないですし、スムーズに勉強は進むと思います。効率的な勉強をして短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。